こんにちは、しおみんでございます。本日ですね、3月の24日、水曜日の、14時20分ぐらいなんですけど、ですね、緊急事態宣言が明けたですね、今週の月曜日のですね、12時からですね、一応ね、48時間のですね、レンタカー改装の稼働申請出してみました。はい。皆さんもちょっと気になってるかと思います。緊急事態宣言がですね、明けてね、どんな感じになってるのかっていうのをですね、ちょっとみんなでお届けできればと思っております。今日水曜日なんで、今日帰って、もしくは明日の午前中、木曜日の午前中ぐらいまでに、ちょっと編集を終えてですね、明日ぐらいには動画をねアップロードできればと思っております。それでは時を戻して、月曜日からスタート。はい、どうも。ですね、今ね、1時ちょうどです。近江八幡の駅に到着しております。今からですね、車ピックアップしてですね、はい、ですね、泉大津の方に車を持っていきたいと思っております。それでは、はい、今ですね、13時25分ですね。はい、無事車ピックアップしてまいりました。今まだですね、1.7 キロぐらい走ったところでございます。今からですね、どこかな、九番道路を走って、宮古橋渡りので、都政道路に入り、稲荷山トンネルを通って1号線で、中間で、泉大津まで行きたいと思ってます。それでは、何かあったらまた動画回します。それでは、はい、琵琶湖橋渡ってます。琵琶湖橋キラキラで綺麗ですね。いい天気です。はい、しおみんです。今ですね、16時33分でございます。なんかね、雨降ってきたし、今ね、中間を南の方にずっと、中央環状を南の方にずっと行ってますが、ね、なんか車多いですね。はい、これぐらいじゃなかったらおかしいですよね。はい、でね、あと1時間、17時5時半ぐらいには納車したいんですけど、ちょっともうちょっとかかりそうな感じでございますね。はい、はい、今ですね、17時54分6時前なんですけど、まだ着かないですね。はい、堺も越えて、泉大津の手前は手前なんですけど、なんかあっちもこっちも割と車混んでてですね、今こんな感じ。あれ、行けるかな、あれ、歪んじゃったかな、うん、はい、今こんな感じでございます。もうちょっとかかりそうですね。はい、はい、今まあ6時としてですね、12時から働いててですね、6時間、これ3000円なってないと思うんですよね。はい、ということで時給500円以下ですね笑うしかないですね今日はい、泉大津港に到着しております。ただいま18時09分です。はい、ちょっとですね、伝票の整理とか降りる準備してですね、納車したいと思います。それでは、はい、今20時39分です。ここ隅の堂というかですね、隅の堂で今車をピックアップしたところでございます。今からですね、多分3時間くらいかかるかなと思いますけど、豊岡に向けてですね、車納車します。で、豊岡でもう一回ピックアップして、今度神戸の三宮じゃないよね、西宮の、ところに、朝方持っていこうというような段取りでございます。前半はこの3本ですかね。ということでですね、豊岡に向けて出発したいと思います。それでは、シュイ。
はい、今22時10時59分もうすぐ夜の11時っていうところですね、北近畿入ってきております。ただまだ60キロぐらいあるそうなんで、1時間ぐらいかかるかなと思っております。はい、ということは、夜の12時ぐらいに豊岡着いて、そこから神戸折り返しなので、まあ、3時間ぐらいはかかるかなと思いますね。で、神戸近辺で3時前後ぐらいで快活クラブ入るかどうかってちょっと悩むところですね。滞在時間だいたい5時間あるかないかぐらいな感じで、多分8時間分のお金もらえるんで、どうしようかな、車の中で車中泊しようかちょっと悩んでおります。まあ、とりあえずですね、豊岡着いて折り返しの時点でいろいろ考えたいと思います。はい、今豊岡に向かっており、豊岡で入れ替えで、神戸の方に帰ると、神戸というか西宮の方に朝のお車という感じでございます。はい、はい、豊岡のですね、納車が終わってですね、別の車をピックアップしてきました。今10時33分です。丸山川の横の道を走ってるんですけど、見えますかね、わかんないかもわかんないですけど、すごい霧でですね、視界が結構悪いという感じでございます。はい、めちゃめちゃ霧ですな。で、今のノロノロ運転で走ってますが、はい、今ですね、1時10分ぐらいですね。はい、どこかというと北近畿のですね、まほろばっていう和田山の近くのですね、道の駅の上に今います。ちょっとね、眠いのと、この先行ってもですね、あまりこう完全に休憩ができるようなところもないと思うので、ちょっとね、ここで朝の4時ぐらいまでちょっと仮眠取ってから行動を起こそうかなと思っております。ということで、とりあえず、はい、おやすみなさいということで、今30キロぐらい走ってるんですけど、あと多分100キロぐらいかなと思います。それでは、はい、仮眠取るときこれいいっすよ。これ100均のやつですけど、アイマスクです。割とね、アイマスクして寝ることの方が多いですね。いろいろね、光遮断してくれるからですね、結構ね、いいですよ。はい、ということで、おやすみ。おはようございます。ただいまですね、朝の4時9分ですね。3時間ぐらいちょっと仮眠を取ってですね、 ETC カードが挿入されていません。はい、すいません。はい、3時間ぐらい仮眠を取りました。割とすっきりしてるんで、今からですね、運転再開したいと思います。どっかでですね、お腹すいたんで朝ごはんも食べたいと思っております。それでは、西宮に向けて出発したいと思います。それでは、首位。はい、北近畿走ってますが、霧がひどいっすね、これ。だいぶひどいね、視界が悪いような感じでございます。はい、今6時22分です。もう西宮到着しちゃったんですけど、開店後納車になってるんで、8時以降じゃなかったら納車できませんということで、ちょっとですね、朝ごはんとか食べに行こうと思って到着しております。今ね、中尾じゃないか、すき家の方に向かおうと思っております。はい、はい、阪神の西宮でございます。8時11分、納車完了でございます。それではね、今からね、舞妓
舞妓の方に電車で向かいたいと思ってます。それでは、はい、9時7分ですね、JR 舞妓に到着でございます。はい、ただいま9時58分ぐらいですね。はい、車をですね、今回カムリ君をピックアップしてきました。今回もですね、昨日と同様でですね、船便で運ぶみたいなんで、練馬ナンバーなんですけど、そのまま、泉大津の方にまた納車になります。舞妓から、泉大津なんで海沿いをガシガシと走るというような感じになろうかと思ってます。それではまた、景色いいとことがあればですね、動画回していきたいと思います。2日目でございます。今日も元気でやっていきます。それでは、須磨付近の海ですね、綺麗ですね。今日も海釣り公園ですね、あれ。相変わらず景色がいいですね、ここの道。はい、今11時で42分なんですけど、セブンイレブンなんですけどね、あんまりにもちょっと眠いんでね、15分だけ寝てたら割とね、すっきりしましたね。15分だけですけど、そんなもんなんですよ。はい、眠い時はコンビニかなんかで止めてね、15分ぐらいさっと目つぶってるだけでもね、全然違うと思います。はい、とりあえず泉大津に向かっていきたいと思います。それでは、はい、今12時56分ぐらいですね、泉大津の港の方に到着しました。こんな感じですね、今と同じですな、景色が。はい、ということで、車納車してまいります。はい、13時20分でございます。今泉大津駅に到着しております。南海の泉大津駅ですね。はい、今からちょっとね、ご飯食べてから移動したいと思っております。それでは、はい、潮見でございます。今ね、どっかって言ったら新今宮の駅です ね、ね、南海電車 JR 乗り換えようとしてるんですけど、はい、ですね、ちょっと、というのはですね、今から回想としては玉造りに、車ピックアップしてリンクタウンに納車です。で、電車移動して大阪空港まで行って草津に納車というような状況です。ただ何がタイトかっていうと、大阪空港が20時までなんですね。20時までに車取りに行ってくれって言われてるんですね。で、その前に玉造りにお客さんが帰ってくる予定時刻が16時になってます。はい、で16時から、まあ、リンクタウンまで今ね、計算上は43キロで、多分1時間半とかぐらいで行くと思うんですけど、リンクを最低でもね、18時24分の電車に乗らなくちゃ間に合わないですね。はい、ということで、一歩間違えればちょっと引き取りが難しくなっているような状況でございまして、ちょっと焦っております。はい、まずこの16時引き取りがですね、いかに前倒しできるかというところが鍵かなと思ってます。で、今、4時半なので、早めにですね、引き取りできるかどうか聞いてみようと思ってます。これができれば、割と時間の余裕があるんですけど、もしうまくいかなかったら、割とギリギリというか、こっちが間に合うみたいな感じでございます。はい、20時までが勝負になってますということでですね、頑張っていってみます。それでは、はい、今ですね、店舗をちらっと見たらですね、もう車を帰ってきてるみたいなんで、引き取れると思います。まだ2時54分なんで、はい、1時間以上早前倒して進めそうです。ラッキー。はい、ということで引き取りに行きたいと思います。はい、ただいま17時15分ですね。ここはリンクタウンですね。はい、リンクタウン納車完了しました。はい、電車とバスを利用してですね、大阪空港の方に向かうんですけど、大阪空港のね、引き取りが20時っていうことで、エンドユーザーさんがひょっとしたら20時に帰ってくるというような形になります。20時前に帰ってくるかも分かんないですけど、今からまあ、3時間あるので、割とちょっとゆっくりめに移動しようかなと思っております。ああ、なんかね、やっぱりね、昨日の寝不足かな、先週の九州旅行かね、
分かんないですけど、なんか今日はちょっと疲れ気味でございます。はい、7時ぐらいにねもう伊丹空港着いてたんですけど、今7時半ちょっと過ぎました。32分か33分ぐらいですね。ちょっとね、早く着いたんで、編集作業やってました。大体ねこうやってね動きながらね編集作業しなかったら間に合わないんですよね。ということで合間を見てですね編集作業しておりました。南海電車とバスの中に爆睡してましたね。だいぶ復活しました。とりあえずね喋りながらですね、車ピックアップ車喋りながらちょっと行きたいと思ってます。それではあとちょっとお付き合いよろしくお願いします。それでは3月の、ね、21日に、関東圏の緊急事態宣言が解除されたということで、22日月曜日の12時から48時間で、入れております。画像申請を実は、まあ、あのレンタカーというか会社の方がなんか ね、その前の週からの週末連休あったじゃないですか。あの辺ぐらいから、忙しいようなことをずっと言っております。全体的な、ね、感じで言えば、あのよくテレビのニュースで渋谷の人の人出とかですね、新宿が何パーセント増えたとかよくやってるじゃないですか。あれとね割とね人がね動き出すとデータが動くということで考えると、割とこう連動してるんじゃないかなっていう感じがします。はい、ですので全体的にね今で多分6割7割ぐらいの感じかな、やっぱりピークから見れば。だから多分いろんなところの東京の人出のやつも昨年から比べるとまだまだそんなに多くはないとは思うんですけど、まあ、前の週から比べて増えてるとかですね、緊急事態で一番減ってる時から比べたら増えてるとかいうのと同じぐらいの感じで、戻ってきてるというような感じかなと思います。はい、であとはねやっぱこの仕事はねいつも言ってるけど運ですわね。はい、いい時もあれば悪い時もある、しんどい時もあれば楽な時もあるっていうのはもうねやっぱりね波が激しいというような感じですね。昨日はね割とね寝れなかったって感じですね、時間的に。でも今日はね僕ね勘違いしてました。草津、今向かってるのは大阪空港から草津なんですけど、その後草津から鳥羽やと思ってたんですよ。伊勢志摩の奥の鳥羽まで行かなかったのかなと思ってたら違いましたね。鳥羽ではなくて橋場でしたね。はい、岐阜県の橋場です。要するに岐阜橋場って言われてるところですね。はい、新幹線の駅があるところでございます、名古屋の手前の。だから明日すごい距離を近鉄電車乗って鳥羽から名古屋越えて席まで行かなくちゃいけないかなと思ったんですけど、実はそうじゃなかったんですね。はい、ということで明日の朝もそんなキツキツな感じではないので、割とね、はい、気分的にはもう楽勝モードに入っております。でもこれどんな遅くても、まあ今8時16分で草津向かって、草津からこの橋場の近くの多分快活クラブになると思いますけどで宿泊しようと思ってますので、そこまで行くので、そうですね、まあ5時間もあったら行くと思うんで、何もなんでもで考えるとね、1時ぐらいには、宿泊っていうか仮眠所にっていうか寝かめには行けるんじゃないかなと思うとですね、明日別にあの開店後で、納車なんで、まあ、8時ぐらいか8時ぐらいに納車を考えても、まあ、7時間ぐらいゆっくりできるかなっていう感じでございます。はい、ですので、まあぼちぼちですけど、なんかこうレンタカーの改装業界も動き出してるような感じっていうか、レンタカー業界も動き出してるような感じかなと思います。はい、他どっちか言ったらそのコロナなんかよりも経済ちゃんと動かした方がいいということをベースが思ってる人なので、まあ、いい傾向になっていくかなと思ってます。はい、じゃあとね、おそらくさっさと動画撮ってですね、この動画は終わると思います。一応ね最後まで見てていただければ嬉しいかなと思います。それではチュイー。はい、今ですね日付が変わって0時11分です。はい、快活クラブの方に到着しております。快活クラブの大垣店ですね。はい、納車先まであと13キロってさっき出てました。ここでですね、朝まで、8時前後ぐらいまでいてですね、8時過ぎてから納車しに行きたいと思っております。晩ご飯もね、もうコンビニで買ってきて、ここで食べようと思っております。じゃあちょっとゆっくりしてきまーす。それでは、シュッ。はい、おはようございます。ただいま朝の6時56分です。ですね、間違ってですね、シャワーのない快活クラブに泊まっちゃったみたいなんで、さすがにね、2日連続ね、お風呂入れないのは悲しいんで、ちょっと調べるとですね、スーパー銭湯が朝6時から空いてたんで、ちょっとね、スーパー銭湯寄ってからですね、納車したいと思ってます。やってしまいましたー、ぷー。それでは行ってきまーす。はい、とりあえずこちらに来ました。大垣にある湯の花。湯の城さんですね。はい、6時からやってるらしいんで行ってきたいと思います。それでは、はい、ただいま8時6分ですね。スーパー銭湯出てきました。はい、めっちゃ気持ちよかったですね。
こんなこともなかったら朝っぱらからスーパー銭湯来ないですからね。ええ感じですわ。では業務に戻りたいと思います。はい、今岐阜羽島に向かってね進んでるんですけど、あのパナソニックのあの大きなやつ、新幹線からいつも見えてるやつの横の道路を走ってます。ソーラーパネルですね、巨大ソーラーパネルってやつですね。これでも新幹線に本当に PR してるんでしょうね。でかいな。巨大パネルでございました。はい、岐阜羽島の手前でずっと渋滞でございます。ね、川がねいっぱい流れてて道が限られるんですよね。ということで車が集中して迂回もできそうもないんで、このまま待ってます。横をガンガン新幹線が行ってますね。はい、はい、最後の一本です。もう超ローカル線今乗り継いでですね、まだ着かないですね。で今10時10分ぐらいです。席まで行くんですけど、はい、超ローカル線でございます。はい、車ピックアップしてきました。今12時28分ですね。稼働申請をね12時までなんですけど、まあ結構よくある話ですな。これは超えちゃってるんですけど、まあ、これ断るのもできるんですよね。実際問題断ってもいいんですけど、断るとですねそのまま電車で帰ってこいっていうことになるんで、時間かけて僕も1円にもならないというような状況でですね、配車の方もですね経費がかかってしまうという、会社の方もそうですし、初めのうちはねそれでドンバチドンバチ割と僕も空気読めなくてっていうかやってたんですけど、最近はねまあ、そういうことも分かってきたので、稼働申請を一応今日の12時っていう感じで出してもですね、もし後ろこんな感じでですね延長しても大体まあなんとかいけるぐらいの時間で稼働申請出せるということが最近は多いですね。はい、まあ何があるか分かんないというか、まあ、車を乗ってね、渋滞に巻き込まれたり、するケースもあるでしょうし、なんかアクシデントが起こるケースもあるでしょうから、まあ時間に余裕を持って割と稼働申請を出してるっていうのがまあ現状ですね。はい、まあそんな感じで最近は考えております。はい、最終ですね、東三国で終わりました。はい、4時ぐらいに納車して今4時過ぎでございます。風がきついに一応スマホで撮影しておりますが、風の音が入っているかも分かりません、すみません。ということでですね4時間オーバーでですね仕事終わったって感じでございます。まあ、こういうこともありますし、もし言えたら断ればいいだけの話ですけど、岐阜羽島からですね関西方面帰るのにですね電車で帰れって言われたらですね結構ね、電車でですね一回名古屋に出てですね名古屋から帰らなきゃいけないってことになるんで、今回行けてしまいました。まあある程度想定してましたし、ということでですね4時間押しでしたけど、今回の、仕事を終了したいと思います。はい、ということでまた違う動画でもお会いしましょう。高評価ですね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら。